では FRB のパウエル議長が集会で質疑応答します。またゼネラルモーターズが計算を発表します。はい、さあそれでは今日のゲスト2人の経済視点気になる注目ポイントはこちら。加藤さんは去年その11月にパウエルが2019年の経済は不確実性が大きいので、その電気が消えちゃった暗い部屋で缶がいっぱいある部屋の中をこう手探りでこうゆっくり進むような感じながら進んでいくしかないみたいな言い方をしていましたが、まあ実際そういうふうにやっていくんだと思いますので、まあ